古祝道は中華民国の軍人。最終階級は国民革命軍、中華民国陸軍一級上昇。陸軍総司令や参謀総長、国防部長などを歴任した。字は墨さん。地主の家庭に生まれる。1908年、南京陸軍小学第五期生として入学した。侵害革命が勃発すると、革命派の北伐線検隊に参加した。 遠征外が臨時代総統に就任すると南京陸軍小学に復学している。1913年7月の二次革命にも革命派として参戦したが敗北後に帰郷した。1914年、湖北陸軍第二予備軍艦学校で2年学ぶ。その後、保定陸軍軍艦学校第六期風評科に進学した。1919年の卒業後は、 超工上有陸軍総部や湖南省で軍務に就いた。しかし、翌年に病のため離脱している。1921年、孫文が北伐を開始すると、古駆動はこれに参加した。1924年には、東北軍艦学校創設事業に取り組み、開校後は、戦術教官となっている。以後、中国国民党による、 様々な戦いに従軍して、軍港を重ねた。1926年12月には、復権省遠征での功績により、国民革命軍第三支市長に昇進した。1927年3月、軍を率いて、南京に戻る。北京政府軍との戦いで、やはり軍港を挙げて、同年秋には、第九軍軍長に昇進した。その後も、 北伐で転戦し、1928年5月には、災難に駐屯した。しかし、災難事件の勃発に伴い、助手へ撤退している。北伐終了後は、軍縮のために、古宿道は一旦第一軍、第二支市長となる。しかし、藩省解析派との内戦で功績を挙げ、1929年10月には、第一軍軍長となった。 その翌年10月には、八古市を率いる第16措置軍総指揮となった。さらに、陸海空軍総司令部落葉行営主任に移動している。1931年5月には、南京経営軍軍長兼第一市市長に任命された。この時に帰り見宿道は、ドイツ人顧問を招聘したり、ドイツの兵器を導入したりして、国民革命軍の強化に努めた。 同年11月、中国国民党第4回全国代表大会で中央執行委員に選出される。また、チャンス省政府主席にも任じられた。1933年の第5次中国共産党討伐では、北路軍総司令に任命され、その成功に貢献した。調整に向かった皇軍への追撃も行い、1934年11月、 軍事委員会委員長四川行営主任に任命される。1936年6月には、奇襲省政府主席健全省保案司令となった。西安事変後は、古宿道は、軍事委員会委員長西安行営主任に任命される。この時、長学寮の東北軍、陽子城の第17措地軍に対する再編を行った。また、 国民政府の代表として、共産党代表の周恩来と数ヶ月にわたり、交渉を担当している。日中戦争が勃発すると、古宿道は、第9集団軍総司令に任命された。1937年8月の第二次、上海事変の際には、第3戦区副司令長官に任命され、司令長官、氷玉省を補佐した。翌年1月に帰り見宿道は、 第三戦区司令長官に昇進し、王朝名の南京国民政府への対応を担当した。基本的に帰り身は、自給戦術を取り、南京国民政府との戦闘はできるだけ回避した。その一方で、1941年1月の関南事変ではこれを主導して、新四軍を殲滅し、同軍軍長要長を捕虜として、中継に護送した。 1945年1月、軍事委員会委員長監修業長い主任を、兼任し、第7戦区と第9戦区も統制した。日中戦争終結後の1946年5月、古宿堂は、国防部陸軍総司令に昇進した。6月には、定州水税公所主任に任命され、国境内戦のために、30万の軍勢を率いて、 共産党側の中原解放区へ進撃した。しかし、攻撃は失敗に終わり、翌年3月には45万の軍で3島解放区を攻撃したが、これも失敗に終わる。1948年秋に、古宿道は国防部参謀総長となり、南進してくる中国人民解放軍を迎え撃った。しかし、やはり劣勢を挽回するには至らず、 大陸の用地を次々と疾患した。追い詰められた子は、1949年12月に西南軍政長官に任命されて、最後の抵抗を試みている。しかし、わずか1月で敗北し、台湾へ逃れた。台湾へ逃れてからも、蒋介石の命令により、密かに雲南小西部の猛事件に潜入して、遊撃基地を建設するなどしたが、 効果はなかった。台湾では、参謀総長兼国防部長、総統府戦略顧問委員会副主任委員、国防会議秘書長、国民党中央評議委員会主席団主席などを歴任した。1987年1月17日、台北で脳一血により死去。去年95。ありがとうございます。